ロドニー・ジョージ・レーバー、1938年8月9日帯は、オーストラリア・クイーンズランド州出身の男子テニス選手。1962年と1969年の2度の年間グランドスラムと、1967年に年間プロスラムを達成した名選手である。生涯を通じて2度の年間グランドスラムを成し遂げた選手は男女を通じて、 レーバー一人だけであり、オープン開校に年間グランドスラムを達成した、男子選手もレーバー一人だけである。また、4大大会シングルス通算、11勝は、ビョルンボルグと並ぶ、男子歴代6位大記録である。テニス史上最大の転換期、プロ選手の4大大会出場が解禁された、オープン化の境目の時期に活躍し、ロケットレーバーというニックネームで呼ばれた。左利き、 身長1 7 2トル、体重6 8ラムと小柄な体格の選手だったが、重厚なトップスピンのボールを繰り出した彼の左腕は、対戦相手から見るとゴリラのような威圧感があったという。あとに4大大会優勝の男子歴代1位、記録保持者となり、通算14勝を挙げたピートサンプラスは、レイバーに憧れてテニスを始めた選手の一人である。 1970年代にアディダス社が彼の名前をモデル名にしたスニーカーを発売していた。レイバーは幼少時は巨弱な子供だったがテニスを始めてから体力的にメキメキと成長した。彼のことを最初にロケットと呼んだのはオーストラリアの往年の名選手で当時デビスカップのオーストラリア代表監督を務めていたハリー・ホップマンであった。1956年 17歳の時に全米ジュニアテニス選手権で優勝し、ここから彼の選手生活が始まる。3年後の1959年、レイバーはウィンブルドンで初めてグランドスラムの決勝に進出したが、ペルージン選手のアレックス・オルメドに敗れて準優勝になる。1960年、地元の全豪選手権決勝でニール・フレイザーを下し、グランドスラム初優勝を果たした。 しかし、ウィンブルドンと全米選手権では、そのニール・フレーザーにともに、決勝で敗れ準優勝に終わる。1961年、年初の全豪選手権では、決勝でロイエ・マーソンに敗れて2連覇を逃したが、ウィンブルドンでは、決勝で、チャック・マッキンリーを6から3、6から1、6から4で破り、3年連続の決勝進出で、ようやく、ウィンブルドン初優勝を果たした。 その後全米でもエマーソンに決勝で敗れ、こちらは2年連続準優勝に終わる。1962年はレイバーにとって最初の主君の年となった。1年間で全ての4大大会に優勝を遂げ、男子テニス選手としてドンバチ以来24年ぶりの年間グランドスラムを達成したのである。全豪、全仏、全米では決勝でエマーソンを下し、 全豪は3年連続決勝進出で2年ぶり2回目。全仏と全米は初優勝であった。特に全米は3年連続決勝進出でようやく優勝を果たした。ウィンブルドンは4年連続の決勝進出で2連覇を果たした。1960から62年に開催されたグランドスラム12大会のうち1960。 61年の全仏を除く10大会で決勝進出した末での快挙であった。くしくもバッジがテニス史上最初の年間グランドスラムを達成した1938年はレイバー自身が誕生した年でもあり彼が生まれた8月9日からちょうど1ヶ月後の出来事であった。この後レイバーはプロテニス選手に転向する。当時のテニス四大大会の出場資格は アマチュア選手に限定されていた。しかし1930年代後半頃からトップ選手たちのほとんどが頂点を極めた時点でプロに転向する道を選んでいた。プロ選手たちは戦いの場を全仏プロテニス選手権、全米プロテニス選手権、ウェンブリーワールドプロテニス選手権に移していく。そうなると必然的に四大大会の競技レベルは落ちる。 テニス界はそのジレンマを30年ほど抱えていたが、ついに1968年から4大大会にプロ選手の出場を解禁することを決定した。これをオープン化と呼び、テニスの歴史を通じて最大の転換点となる。大会の名称はそれぞれ全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンに変更された。 1968年以後のテニス記録はオープン化時代と呼ばれ、それ以前とは明確に区別されるようになった。こうしてプロ選手になったロット・レイバーも6年ぶりに4大大会に復帰を果たすことになる。1968年、ウィンブルドンで6年ぶり3度目の優勝を果たす。そして1969年2度目の年間グランドスラムを達成した。 二度の偉業を成し遂げた選手は、テニスの歴史を通じて、レーバー一人しかいない。この年の年間4連勝を最後に、レーバーの4大大会シングルス優勝は途切れる。通算11勝は、ビョルンボルグと並ぶ、男子歴代4位大記録で、アマチュア選手の立場で、通算12勝を挙げた同国のライバル、ロイエマーソンの総計に一つ及ばなかった。 1973年に入ると、プロ選手たちは男子国別対抗戦、デビスカップにも出場の道が開かれるようになった。そこで、レーバーもオーストラリア代表に復帰する。40歳を迎える1978年まで、レーバーは現役テニス選手としてコートに立ち続け、アマチュア選手からプロ選手として23年間に及んだ選手生活を通して、 当時のプロテニス選手としては相当な156万4213ドルの生涯獲得賞金を記録した。2006年、全豪オープンで、レイバーは男子シングルス決勝の表彰式に登場し、ロジャー・フェデラーに優勝カップを授与した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。